はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回はゲレンデワークシューズの脅威 V レーベル将軍編で続きをプレイしていきたいと思います。前回までに地上のジオン軍を一掃することに成功しています。最後キリマンジャロ激戦の上制することができましたね。なので今回はですね、宇宙反攻作戦いよいよ開始していきたいと思うんですけども、肝心の宇宙はご覧のようにルナ2かろうじて、防衛しているという状況なのでかなり厳しいですね。しっかり頑張って、ここから宇宙反攻作戦開始していきましょう。宇宙反攻作戦ですが、まずですね、北米から部隊いくつか打ち上げていきたいと思います。この後順次北米中心に部隊打ち上げていくんですが、その先見としてですね、ここにガンダム2機、あとはジブ、これを打ち上げていきます。この後大部隊を打ち上げられるので、まずは先遣隊という、まあそういう位置づけになります。では時間を進めていきましょう。ガンダムにはヤザンが乗ってもらってますし、もう一機新しくアップグレードしたガンダム、これはプロトガンダムからアップデートしたものなんですけども、こちらに関してはシローに乗ってもらってます。では、アメリカ上空に部隊打ち上げましたのは、続いて衛星軌道上すべてここね制圧して回りましょう。ここ制圧しておかないと心配なので制圧していきます。61式戦車とか一緒に打ち上げちゃってますけど、これは戻しましょう。ここに入れといてもしょうがないですからね。ではソロモン攻略作戦発動します。我が軍はこれよりソロモン攻略作戦を開始する。部隊の発進を急がせよ。まあ、ある程度数は揃えられてるとは思うんですけども、それでもやっぱりジムが主体になってしまうので、まあ消耗戦になるは間違いないかなと思います。要衝にしてジオン本土を防衛する最重要拠点である。地上においてジオンを圧倒した連邦軍は必勝の策を持ってこの難攻不落の要塞に挑む。ジオン本土を目指す連邦軍の新たな戦いが今始まろうとしていた。今37段目ですね。ちょっと初めてプレイする、初めてじゃないね、10年ぶりぐらいですかねプレイするので、これがいいペースなのかどうかっていうのもちょっと正直わからないんで、不安な部分ありますけども、しっかり頑張っていきましょう。さあではいくつか、まあ、小競り合いはあったものの、まあ、順調に衛星軌道上は全て制圧しましたので、この後いよいよソロモンへと向けて部隊発進していきます。もう生産はね、今ルナ2が使えるようになってますので、ルナ2で生産を行っています。敵エリアに侵入しました。攻略さあソロモンです。敵も部隊多いですが、こちらもそれなりの部隊数用意してますので、もうしっかり進んでいきましょう。ちょっと難点に思ってるのがですね、キャノン系の機体が少ないので、支援がね、ちょっと弱いかなと思ってますので、しっかり格闘で仕留められるように戦術考えていきましょう。なので、十分に敵を引きつけた上で叩いていく必要があるかなというところですね。システムの発射は可能か。成功です。ソロモンの防衛機能は完全に機能しました。ソーラーシステムで3分の1ぐらい削れましたかね。さらに敵引きつけましたので、ここからでは一気に敵の殲滅戦へと移行していきましょう。早めにやっぱり潰したいですね。では全部隊攻撃開始です。ヤザンはガンダム。ちょっと索敵がね完全にはまらなかったので、効果としては限定的になると思うんですけども、それでもしっかり撃破していってもらいたいですね。
ここはジムの3スタックかける2ですね。ジョニー・ライデンにシーマ強力だな。しかしジョニー・ライデン撃破。シーマも葬り去っておきたいところですけどね。消耗戦になりますね。やるな。だが覚えとけ、最後に勝つのはこの俺だ。ユーロにはケリー・レズナーが乗ってました。ここで決着つけたいですけど、まあ、最悪増援を待つという手もありますからね。人間同士は殺し合うなんて馬鹿げている。ここも総攻撃を仕掛けます。まあ、ジムは消耗品扱いとして、まあ、割り切って使っていっているので、まあ、ガンダムが撃破されないようにだけ気をつけましょう。ここはシーマを撃破です。カークスですね。ありますよ、バニング隊長。こちらはアデル。やらされたくないですからね。白のガンダムも攻撃を仕掛けます。ケリー・レズナーの乗っているピグロ、これを撃墜しましたね。白はほとんどダメージ受けてない。敗北という事実を認識してください。こちらはヤザン。ヤザンはちょっと削られてるのでダメージはしっかり見ながら下げるところは下げる、まあ、そういう戦い方していきたいと思います。イグザムの影が見えますね。戦場ではビビった者が死ぬんだ。イグザムと対峙する前に一度ヤザンは回復させた方が良さそうですね。敵に時間を与えてはならぬ。攻めるぞ。実弾兵装を持っているのが少ないので、まあ、ガンダムに頼らざるを得ないかな。さあ、ドーズルの乗ったピグザも現れましたね。まあ、ガンダムで突貫をかけていくという、まあ、作戦を取らざるを得ないんで、ガンダムに頼りましょう。マップ兵器食らうとちょっと厄介かなっていうところと、あと、拠点に入られても、やっぱり回復されちゃうので、ドーズルのギレン、ドーズルのピグザも厄介ですよね。さあ、ガンダムの2スタック。それにガンタンクの攻撃ですね。武装をバズーカに変えてきてもいいかもしれないですね。ガンダムね。もう一回ただ切り込めれば撃破はできそうかな。さあ、ここだ。頼むぞシロ。俺を行かせてくれ。ビグザも撃破したい。これ以上死なせたくないんだ。ちょっと格闘でこんだけ削るのは難しいかな。あと5分の1ぐらいなんですけどね。いや、全然入んなかった。どんだけ回復されるかですね。あとはここで決めたいですね。しっかり回復されたからな。もうあと1回かな。それで終わりにできると思います。戦闘の恐ろしさを教えてやるよ。系統の似ているヤザンとドゼル、4回戦これで終われそうですね。最後はバルカンで撃破です。戦場ではビビった者が死ぬんだ。覚えておけ。では残った戦艦ですね。チベと、あとはグアジンに乗ったデラズ、これ撃破しに向かいましょう。もう多分敵撤退を開始してると思うので、まあ、仕留めるのは難しいかもしれないですが、まあ、撃破できる分は撃破しておきたいと思います。デラーズのグアジンなんかで、特に撃沈しておくと、後々楽になるんじゃないかなと思いますので、しっかり撃沈を狙いに行きましょう。デラーズのグアジン、撃沈です。
断した。我が身の不覚であった。ここはチベのヘルシングも撃沈できそうですね。撃沈。これでソロモン攻略戦完了になります。作戦は失敗だな。ここは放棄する。報告します。ソロモン方面軍が宇宙要塞ソロモンの制圧に成功しました。これによって我が軍はジオン侵攻の足がかりを得たことになります。レビル将軍、ホワイトベースのジャブロー到着とほぼ同時にジャブロー内部に敵兵が確認されました。ジャブローにジオン軍が攻撃を仕掛けてきますので、ジオンはホワイトベースを高く評価しているようだ。ジャブローに部隊を集結させておきましょう。我々はホワイトベースの実力を高く評価しているのだよ。将軍さえ良ければ第13独立戦隊の任務を、これはイエスを選択しておきましょう。引き続きホワイトベース隊はイベントをたどってもらいます。これからホワイトベースには宇宙に行ってもらう。星1号作戦の存在を隠すための陽動作戦を行ってもらうためだ。彼らには我々から任務を伝えておこう。将軍、ホワイトベースを守るためウッディが戦死したと報告がありました。イベントないんですかね。ジャブローに敵部隊が押し寄せてくるパターンかなと思ったんですけど、イベントでウッディが死んでますね。彼らの思いはホワイトベースに届いたのだろうか。二人のためにもホワイトベースを犬死にさせるわけにはいかん。戦力を増強しなくてはならんな。はい、ホワイトベースにスレッガーローを配属します。癖はありますが信頼できるパイロットです。至急配属の手続きを行います。諜報部よりジオンがソーラレイという新兵器を開発しているとの報告がありました。サイド3のコロニーで強制疎開が行われていたことと何か関係があるのではないでしょうか。ソーラレイのイベントもありましたね。ヤザンはドズルのビグザムを撃破して昇格です。はい、では今回はここまでにさせていただいて、次回はですね、バオワークここに進行していきたいと思います。